この地球に必要なものは僕たち一人一人の愛なんだ。そう、そのあなたの温かい愛なんだ。そう、そのあなたの温かい愛なんだ。今ね、ちょうど太陽が出てきまして、すごく綺麗です。おお、ここはエアコンが効いてないのでちょっと寒いですね。すごいですね、綺麗な太陽が。またね、屋上をね綺麗にしたら、こういう太陽を見ながら朝日とともにヨガとかもできるのかなと思って、それを楽しみにしています。これがね、昨日妻のかよさんからもらった、モンステラですね、プレゼントかわいいですね、モンステラ。こちらのですね、これがですね、なんかハートの葉っぱがかわいくて、ラスト1個だったんですけど、僕が気に入って、僕からのプレゼントですね。で、このスタジオと一緒にこの植物さんたちも育っていってくれることを楽しみにしています。まあ、今日のね、2022年2月22日は、話す内容としてはそんなに濃い話はないんですけれども、この記念すべき日、ちょっとね、記録に残したかったっていうのも一つと、まあ、最後にね、この大事なことをシェアしたいのは、このスタジオがですね、オープンする前の年の9月、だから2021年の9月にですね、トリヨガのね、ティーチャートレーニングを受けてて、ふとですね、ティーチャートレーニングなんで、このトリヨガをいろんな人に伝えたいっていうふうに思うようになった時にですね、そしたらこの場所がですね、物置になってたんで、あ、ここを使えばいいのかなっていうインスピレーションが出てきて、そしたらこういうね、何ヶ月経ってるのかな、今日は2月なんで半年弱でですね、こういう形になるっていうことが、まあ、本当に夢みたいなんですけど、でも実際どんなことでもね、ほぼほぼこういう形で形にはできるんですね、自分ができると思ってたらね、そこに抵抗がなかったら、まあ、そういうことがまた改めて僕自身が体験できた本当に貴重なことなんですね、これって。まあ、よくね、僕たちが幼い頃から教えてもらっていることっていうのはね、物事って計画的にやるっていうふうに教わっててですね、まずこう目標設定を決めて、現時点からね、何をしていくかっていう決めてこうやっていくっていうことが当たり前のように行われていることなんですけど、まあ、今回のことっていうのはね、いつにしたいっていうのも全然決めてなかったんですね、実際問題。だから今1期目の回想が終わっ
ったっていうふうに最初ね動画の始まりで言ったんですけれども、僕のインスピレーションではここしか湧かなかったんですね最初は。だから最初にこうしてくださいって言ったんですけど、これを作ることによって隣の部屋がまだねこの間紹介しましたけれども、更衣室になって、で廊下も綺麗にして、そしてこの上にね屋上があるんですけれど、屋上も綺麗にして、ウッドデッキを作って、でウッドデッキのところでヨガとか呼吸法をやりたいなっていうふうなインスピレーションが湧いてきたんで、その流れでまた工事をお願いしますっていうふうにお願いしたんです。だから今現時点では、まあ、プレオープンみたいな感じになってるんですけれど、でいつ出来上がるかっていうのはちょっと僕もまだ 日付は分からないです。ちょうど年度末になってまして、この場所もそうだったんですけれども、内装される方とか大工さんとかっていうのがやっぱりなかなかね日にちがもう皆さん予定が組まれてあるので、急遽こうお願いした時にはなかなかねできないんです。で、まあ、僕としてもだからそういうね目標を決めて一個ずつやっていこうと思ったら、やりたいのにできへんっていうのがすごくストレスになるので、できるだけそういう決めずにねやると、案外ねこう予定空いたところでこうやってもらえる流れになって、今回もね本当にパッて思いついた2月22日っていうのをお願いした時に、最初ちょっとね間に合うかなって言われてたんですけれど、なんとかねウッドショックも乗り越えてこのね杉の板も手配してもらえましたし、こういう内装屋さんとかもね夜にやってくれてはったんですよ。やっぱ忙しかったんで、だからすごくねありがたいなっていうふうに思ってるんですけれども、お伝えしたいことは目標を決めて一つずつやっていくっていうのは今まで、まあ皆さんもそうですけど僕も教わってきたやり方なんですけれども、やりながらインスピレーションに従ってやっていくっていうこと、まあ、この動画の始まりがすでにそれを伝えたかったので始めてまして、最初の頃と今の内容っていうのは伝えたいことは一緒なんですけれども、一見やってることが全然違うような感じで見えるっていう方もおられるかもしれないんですけど、1週間で何本とか1年間で300本上げるとかっていう目標を決めてやり始めるとね、やっぱり僕はしんどくなるっていうふうに自分で思ってたんで、そういうふうなノルマは決めずに、やりたいと思った時にやりたい動画を流す、ただし伝えたいことっていうのは題名の通り世界でたった一つだけの物語を作ろう、だから自分のインスピレーションに従って行動していくと必ずその人にとって 100% 素晴らしい人生になるっていうことをお伝えするっていう目的でやってるので、それをですね言葉だけじゃなく、いろんな本とかに書かれている内容を伝えるんじゃなく、実際僕の人生を通して見ていただいている方に伝えたかったし、今からも伝えていこうって思ってるので、1回目から見たら全然内容が一見違うように見えるんですけれども、今はインスピレーションに従って生きてきたこのね小野田森幸っていう私の人生で、今年2年目に入るんですね YouTube してね、それでこのヨガのスタジオができるという、当初考えもつかなかった、まあもうヨガしてること自体が全然違うんですけれども想像つかなかったんですけど、こういう形になっているっていうことが僕の中ではすごく感慨深いですし、これはもう誰でもできることなので、ぜひねなんか僕のねこの動画を見て感じていただいた方はね、ぜひインスピレーションに従って、ご自身のインスピレーションに従って、最初はねやっぱり怖いとか恐れはあるんですけれども、一つずつ小さいことからね、自分のやりたいこと、小さい夢からでもいいので叶えていってあげてください。僕も、一つずつ自分の小さい夢を一つずつ今からこれからも叶えていって、それをですねこの動画で、記録としてね残していけたらなっていうふうに思っております。まだねこういうリアルのスペースが今回できましたので、ぜひねこうやって動画を見ていただいている方もね、一緒にここで動画を
動画が起点でね、こうやってここをつながれるっていう場所ができたので、こういう機会も作れたらなっていうふうに思っております。そしたら今から、呼吸法とヨガをの時間、自分で一人でやるんですけれども、このスペースでやりたいと思います。今日もね、ちょっとダラダラと喋ってしまいましたけれども、最後まで見ていただきましてありがとうございます。そして応援も兼ねて、いいねボタンと応援よろしくお願いします。ではでは、さよなら。